じゃあ行こうか。靴がない。最初に着替えた時ポーチにしまったのに。説のやつなんでしょ。没収されたら嫌だから学校につけてかないって言ってたもんね。あ、あった。ごめん、カバンの中に落ちてた。ラファッションに興味がないとはいえ、ルナが大事にしているピアスも知らないなんて。にしても鬼ギャル一人でドンカチとはね。やっぱ鬼ギャルはダテじゃねえな。ちて、うん、エアガンの種類で弾の飛び方って変わるやんな。俺も面白いなって思った。もっといろいろ撃ってみたくなるわ。スガンとかエアコッキングガンとかってそれぞれ操作性も違うらしいから、全部使いこなせたらかっこいいよ。へえ、そうなんだ。お、ついてきてる。はかり、結構オタクだもんね。私もだけど。狙いで複数がいマストだし、マジで底なし沼だよ。かっこよくてビジが爆発してんの。ネイルオタクだね。今はアニマル柄がお気に。ビビッドな黒子とかっていいよね。安いからいつの間にか集めすぎて収納キャパイわ。たもあるじゃん、ハマってるもの。え、リュウタのこと？てか、まさか鬼ギャルって彼氏いないのか？私は今まだそういうことか。確かにヤバい。中二病の極みじゃねえか。中二の時にたった2週間だけ付き合った男のこと、今でも忘れられないなんて。ニコルン。2週間ってことはもしかしてしょ。何で悪いし。大丈夫か日誌。うちは付き合うなら背の高い人がいいな。え、てかイジチ君って大きいよね。身長いくつ？イジュンがな。でもわかる、わかるぞイッチ。私これからバイトだから。うちも配信ライブリアタイしなきゃだから。俺も帰るわ。俺も。まだ大丈夫だよ。どうする？せっかくだからデートしてく？